アメリカオアカイカはアカイカカに属する大型のイカである。英名フンボルトスクイドは生息域にペルー海流が流れていることに由来する。レッドデビルスクイッドなどとも。東部太平洋ティエラデルフエゴからカリフォルニアの深度200の700メートルに生息する。近年生息域が北方に移動しており、上位捕食者の減少。 水温の上昇によるものだと考えられている。1997から98年の大規模なエルニーニョでは初めてモントレー湾で観察され、2002年の小規模なエルニーニョ中にも観察された。同じような傾向がワシントン州、オレゴン州、アラスカ州などでも見られる。2004年には1000から1500個体がワシントン州、ロングビーチ半島に漂着し、 ピュージェット案でも観察された。米国科学アカデミー企業によると、今世紀末の海洋酸性化によって、本種の代謝は31%、活動性は45%低下し、より酸素濃度の高い浅い水域に移動してくることが予測された。サンタバーバラに打ち上げられた、個体外頭長1.75メートル、体重50キログラムにまで成長する。 腕には100から200の小球盤が並ぶ。触腕には4列に大球盤が並び、その角質感上には8から25個の刃がある。発光器もあるが小さくて少数である。色素法は、外頭膜で300個、平方センチメートル、ヒレウアツラで800個、平方センチメートルの密度に達する。平均して、重量の40%は、外頭。 14%が腕、12%がヒレ、5%が頭部、3%が外皮、残りが内臓である。肉食性で、主に小魚、甲殻類、頭足類、貝足類を食べる。頭足類には珍しく、獲物を群れで襲うことも知られるが、多くの研究者は、個体間で協力して襲っているわけではないと考えている。約1200個体で群れを作り、 ロートとヒレを用いて最高時速2 4トルで泳ぐことができる。活発に動き回ると言われたこともあるが、現在では活発なのは接触時だけだと考えられている。傷ついたり弱ったりした個体に対する友食いもよく見られ、これにより急速な成長が可能になっていると予想されている。食、捕食時以外は好奇心の強い生物であり、 的な振る舞いも見せると報告されている。電子タグにより、日周延直移動を行うことが示された。これは鋭敏な視覚を活かして暗い場所で狩りを行うためで、昼間は、震度200から700メートルにいるが夜間は100メートル以前にまで、浮上する。月に影響を受け、満月時には、深い場所に泊まることが多い。また、昼間の震度200から700メートルには、 酸素極小層が存在するため、低い酸素濃度に耐えられる気候を持っていると考えられる。大型個体は2年に生きるかもしれないが、基本的に寿命は1年と考えられている。色素法を用いて、体色を脳赤紫から白まで急速に変えることができ、体全体の色を変えるのに0.15秒しかかからない。 個体間のコミュニケーションに用いていると考えられる。体全体の色を変えるほか、ヒレや腕の一部だけ色を変えたり、腕に複雑なパターンを描いたりすることもできる。イメージオブ、ディギガスフロムザブレティンオブザユナイテッドステーツフィッシュ、コミッション先行などで刺激すると人を襲うこともあるが、基本的には無害である。夜間に、修魚刀を用いて、商業的に漁獲される。 1990年代から、メキシコやペルー、チリが主要な漁場となっている。ヨーロッパ、アジアに輸出されるが、北米、南米での消費量も増えている。釣り針にかかった魚やイカに襲いかかることが知られる。釣り上げられると激しく、色を変えて暴れるため、メキシコの漁業者から、ディアブロス・ロホスと呼ばれている。ダイカトウイカの大型種とは異なり、 浮力を得るためにアンモニアを蓄積しないのも食用とされる理由と考えられる。ありがとうございます。